うへえ、本当に辛そうだな。数も多いわね。でも敵はフォルテ先生じゃないのだ。君主が囚われているわけでもない。私はお姉ちゃんの運を信じます。そうだ、今躊躇する理由は何もない。行くぞ。白波さん、どんどん指示をくださいね。他の皆さんはどんな感じですか？ね、1番機、2番機、オールグリーンです。攻撃を始める。行って。了解です。当たったのだ。着弾を確認。命中。当たったわ。イーグルゲンダー、攻撃を開始。攻撃成功なのだ。敵艦確認。敵の船をやっつけたのだ。当たりなのだ。着弾を確認。了解。了解。敵遺跡を撃墜。当たらなかったわ。逃げたのだ。残念。4番機、攻撃成功。当たりなのだ。命中したぜ。成功。敵に当たったのだ。命中したわ。外れちゃったのだ。はい。オーケー、成功だ。よし、当たったわ。やっぱ俺すげえな。了解しました。2番機、攻撃成功だ。回避成功。ハイパー見せてあげるわ。エネルギー50%。当たりね。ま
だいけるか。ラジャー。了解。了解。了解だ。余裕があるなら要塞のボンバー任せてください。了解しました。回避しきれません。ソイン衝撃に備えて。あったあった。あと一つ沈めたら全く容赦ないね。了解よ。回避に失敗中なのだ。ファーストエーダーにご飯をあげてくるのだ。オーライ。わかった。回避しきれません。やるな。ソイン衝撃に備えてみたいなのだ。回避したわよ。ヘキサクロスブレイクなのだ。はい。了解なのだ。敵を破壊しました。エネルギーを補給してくるわ。ちょっと外すわよ。回避した。おっと、危ねえ危ねえ。当たっちゃったのだ。これで大丈夫。行ってきます。わかりました。よし、ルクシオールが甘く見るな。補給完了なのだ。また行ってくるのだ。あ、私を見てるんですか。了解しました。よし、復活。これでまだまだ残ってるか。ありがとう。補給が完了した。もう一度攻撃に戻る。ダメージを受けた。了解。痛いのだ。攻撃がされた。もう一度だ。当たったのだ。ハイパー乗ってきたのだ。ブラスター。よし、当たったわ。撃墜を確認。わかった。敵を破壊しました。センサーに敵発見なのだ。
クシオール、ミッションエリア内の適応型戦艦を全滅、直ちに帰還します。よくやった。あとはこっちに任せろ。了解。エンジェル隊の攻撃により敵陣最前列の陣形に穴が開きました。よし、そこを起点に攻めるんだ。穴を広げろ。セルダール第3第4隊を突入させます。第5隊もだ。了解。敵陣開口部さらに拡大。どんどん突入させろ。内側から攻めるんだ。敵大型艦が陣形を崩し移動を始めました。開口部へ向かうようです。大型艦は動きが鈍い。足の速い小型艦で揺さぶるんだ。マジーク第1隊の損傷率が 70% を超えそうです。セルダール第8隊を援護に回せ。了解。開口部の状況は？面積比で開口時の約3倍。速いペースとは言えませんが確実に広がっています。そろそろ頃合いか。マジーク第7隊を援護につけろ。本艦も突入開始だ。了解。残りの隊も順次突入させるんだ。エンゼル隊戻りました。おかえり。ご苦労だったね。どんな感じですか？これからルクシオールも敵陣に入るところだ。揺れてくるぞ。後ろのシートに座っていた方がいい。わかりました。みんな行こう。戦況報告。友軍損傷率 14%、 敵軍損傷率 46%。 すごい。圧倒的に有利です。うん、思った通りだ。卵みたいなものさ。殻は硬くても中身は緩かったんだ。このまま一気に畳み込め。反撃の隙を与えるな。了解。なんか余裕みてえだな。数では敵の方が有利だったのに。ここまで優位に勝てるなんて。それが戦略というものだ。クロノゲートだ。今まで敵艦に隠れてたのね。あの向こうがアブソリュートってやつか。お姉ちゃん。友軍損傷率 23%、敵軍損傷率 78%。 このまま攻撃を続行。本艦の護衛は解除。マジーク第7隊には前線に出てもらって。了解。勝負あったな。うん。もう紋章機で出る可能性は低いでしょう。それじゃあ私はこれで。あら、終わったんですね。いや、まだだけど。そろそろ終わりそうだよ。我が軍の勝利だな。まあ、よかったですわ。司令、敵から通信です。うん、スクリーンへ。やあ、そろそろこっちから連絡しようと思ってたところだよ。どう？戦況を冷静に分析できないお前でもないだろう。どうしたの？怖い顔しちゃって。いいだろう。負けを認めようじゃないか。復活の第一歩に泥がついた形となったが、まあ仕方あるまい。ノイエもなかなかにいいところだと思ってはいたがな。いた仕方ない。触れてやるわ。お前、まさか。友軍全艦に緊急通達。デレル艦とクロノゲートの間に入り込め。進路を塞ぐんだ。はい。ではさらばだ、英雄殿。くそ、撃てる武装すべてベレル艦に。他の敵艦は無視しろ。絶対にベレルを止めるんだ。まずい、まずいぞ。時空湾曲反応、クロノゲートが起動しました。ベレル艦が侵入していきます。クロノゲートから敵艦多数出現。
高熱源反応、攻撃です。シールドフルパワー、反撃しよう。はい。ゲートだ。ゲートはどうなった。時空湾曲反応、消失しています。出れるかは見当たりません。ゲートから現れた敵艦は93隻、うち12隻を沈黙させました。攻撃を続行しますか。あの、マイヤーズ司令。ああ、戦況報告を。はい。友軍損傷率は 27%、 敵軍損傷率は先ほど現れた船を計算に入れて 91% です。うん、このまま攻撃を続行、相当だ。了解。マイヤーズ司令、大丈夫ですか。そうか、みんなもいたんだっけ。タクトさんが感情的になるなんて珍しいですわ。ああ、初めて見た。俺だって機械じゃないんだから。どうすんだよ、やべえぞこりゃ。ああ、やばい、どうしようもないくらいね。あの、すいません、正直どういうことなのか。鈍いな。ごめん。ベレルはトイエを切り捨てたんです。切り捨てた。そう、あいつはノイエを切り捨て他のゲートにかけたのさ。文明の発達している宇宙を根気よく探すつもりなんだ。だからアブソリュートに逃げ込み、ノイエのゲートを閉じちまった。ええ、じゃあもうこっちに来ないって言うんですか。大軍が待ち構えているんだ。お前はそんなところに出てくる気になるか。そうか、出入り口はここしかないから。一網打尽にされると分かっていて出てくる人はいないですわね。ゲートキーパーのミルフィーさんもアブソリュートだから、こっちからはどうやってもゲートを開けない。ゲートを開けないってことは、そう、俺たちエデンの人間はもう戻れない。お姉ちゃんとももうリコ。リコちゃん、どうすれば、一体どうすればいいんだ。
これがノイエ、僕のいる宇宙。これがエデン、マイヤーズ司令の故郷で、これがアブソリュート。そしてどっちの宇宙もゲートでつながっていると。ノイエゲートだろうとエデンゲートだろうと、ゲートの開閉をできるのはゲートキーパーの資質を持つ人だけ。そしてそれはミルフィーさんただ一人。そのミルフィーさんはベレルに捕まっちゃってる。今二人ともアブソリュートの中だ。しかもベレルはミルフィーさんを操り、ゲートを閉じてしまった。ミルフィーさんが操られている限り、僕たちはアブソリュートに行くことはできない。もちろんマイヤーズ司令たちも故郷のエデンに戻ることはできない。こんな状態で行く数日、リコは落ち込む一方だし、いくら考えてもどうしようもない。はあ、何をブツブツ言ってんだ。ん？いや、ちょっと状況の再確認をさ、順序立てて落ち着いて考えれば何か思いつくかなって。で、なんか思いついたのか？いや、現状が絶望的なことを再確認しただけ。な、どうしろっての？俺が知るか！それよりデザートはどうなんだ？ああ、そうか。そうか。で、お前、まさかまだ手をつけてないのか？うん。おいおいおい、もうすぐ夕食の時間だぞ。どうすんだデザートは。どうしようか。バカ野郎、気が紛れるから任せろって言ったのはお前だぞ。あ、ルーンエンジェル隊メンバーは至急ブリーフィングルームへ集合。なんだろう、なんかあったのかな。知らん、とにかくデザートだ、デザート。ごめん、行かなくちゃ。デザートだって。おい、今から作れるデザートはと。ベレルがゲートを閉じてからこっち、しばらく呼び出しなんてなかった。きっと何か進展があったに違いない。司令。やあ、カズヤ。よし、これで全員だね。フォルテ、揃ったよ。了解。あの、まあとにかく席について。はい。で、何なんだよ。さすがに気になんだけどな。久しぶりの呼び出しですものね。そうなのだ。何か進展でもあったのか。いやね、実はみんなに会いたいって人がいるんだ。会いたい？僕たちルーンエンジェル隊にですか？うん、今フォルテと一緒に来る。あと通信ではとても言えないような情報を提供してくれるらしいんだ。通信で言えない情報？あの、一体誰なんですか？まあそれはあってのお楽しみってことでね。はい。フォルテ教官、どうぞこちらです。
なんだ？リリー！久しぶり！ケルシー、サンタローザ、妖精なのだ！妖精？まあ、珍しいですわ。なんでお前たちがここに？元気してた？相変わらずのクールビューティーね。まさか我々に会いたいというのは。ピンポーン、そのまさかだよ。ソルダム陛下のおなーりー。はあ、陛下。まあ、王様なのだ。わお、ソルダム王、セルダールの統治者がなぜ。こいつは驚いたぜ。生きてるうちにこんな近くで会えるなんてな。無礼者、陛下の御前だぞ。口を慎め。おいおい、勘弁してくれよ。お前には尽くしきれねえ王様かもしれねえけどよ、俺の生まれはアジートだ。セルダールとは縁もゆかりもねえ。ふーん、縁もゆかりもないね。なんだよ。あんた、ガラムの娘でしょ。あ、なんで親父の名前を知ってんだよ。あらあら、こんなにたくましく育っちゃって。ほんと、あんなにキュートだったのに。なんだと？どういうことだ。教えてあげないよーだ。ほら、あんたたち、いい加減にしな。はーい。なんだ、アニスもだぞ。少しは自重するんだ。キュ、アニス。へいへい、わかりましたよ。大変失礼申し上げました。陛下、失礼しました。私からもお詫びを申し上げます。では改めてご紹介いたします。エデンの誇るムーンエンジェル隊の後継者たち、ルーンエンジェル隊です。ではリコから順に自己紹介を。はい。1番機クロスキャリバーのパイロット、アプリコット桜庭少尉です。2番機イーグルゲイザーのパイロット、リリーシーシャーベット注意。陛下、ご無事で何よりです。3番機ファーストエーダーのパイロット、ナノナノプディング少尉なのだ。4番機スペルキャスターのパイロット、カルーア・マジョラム少尉ですわ。5番機レリック・レイダーのパイロット、アニス・アジート少尉だけか。そうだよ。そして最後となります彼が歴代で唯一の男性メンバーであり、現在隊長代理を務めている白波です。カズヤ。はい、0番機ブレイブハートのパイロット、カズヤ・白波少尉です。お目にかかれて光栄です、ソルダム陛下。あの、はいはい、ではでは、そろそろ私たちの出番ね。陛下は戒律により、ご親族以外と口を聞くことを固く禁じられているのです。よって私たちが代弁者となり、皆様と会話を進めたいと思います。それではただいまより精神をリンクいたしますので、少々お待ちください。それじゃ行くよ。うん。大義であった。白波殿だったかな。はい、殿だなんて、カズヤで結構です。ではカズヤ、セルダール解放戦においてのエンジェル隊の活躍、実に見事だった。セルダール国民を代表し礼を言わせてくれ。そんなもったいないお言葉。それにあれは作戦が素晴らしかったんです。僕たちはそれに従ったまで、何もかもマイヤーズ司令のおかげですね、みんな。はい、でもそれだけじゃ。そうだな、作戦をスムーズに遂行できた要因はもう一つある。現場での指揮が的確だったからですわ。カズヤのおかげなのだ。今は褒めておいてやら。そ
そんな。うん、良い関係が築かれているようだ。いいチームではないか、マイヤーズ殿。恐れ入ります。セルダールにしてみれば、ルーンエンジェル隊は救世主も同然。一度しっかり礼を言わなければと思っていたのだ。いや、本当に感謝している。礼の言葉をいくら繰り返そうとも足りないくらいだ。さて、その礼というわけではないのだが、ヨがここに来たのにはもう一つ理由がある。例の通信では言えないという。そうだ。よほど重要なことなのですね。ああ、我が王家に代々秘密裏に伝えられてきたとある儀式のことなのだ。儀式ですか？結論から言おう。条件に従い儀式を正確に執り行うことができれば、アブソリュートにシフトすることが可能だ。え、何ですって？時空の壁を越えられるんですか？そう伝え聞いている。お姉ちゃんを助けに行ける。こいつはすげえ、ベレノに一発かませるじゃねえか。反撃か。十分に準備を整えねばな。いや、そんな暇はない。陛下、その儀式すぐに行うことは可能なのでしょうか？ああ、可能だが。速やかなる実行を提言いたします。一刻を争うのです。どういうことなのだ。何もそこまでせくことはないだろう。いえ、お言葉ですが、急ぐ必要が大いにあるのです。デレル軍は先の戦闘においてほぼ相当しました。アブソリュートに存在するであろう残存部隊もわずかでしょう。今ベレル軍は数においてかなり脆弱なのです。なるほど。そして何よりアブソリュートに我々が現れるとは思っていないはず。いえ、絶対に考えていません。ノイエという文明宇宙を諦めてまで我々を切り捨てたのです。完全に隔絶したと考えているはず。奴は先の先、あらゆる可能性を計算し、それに備えて行動するタイプです。ですがその反面、想定外のことに弱いタイプとも言えます。これはチャンスなのです。そうか、わかった。ではすぐにでも準備を開始しよう。感謝いたします。それで儀式の条件というのは？うん、伝え聞く言葉の中、重要な部分にこのような一節がある。再び閉ざされた扉は今一度開かれ、重なり合う勇者と天使の翼によって。重なり合う勇者と天使の翼、これはまさか。勇者の翼とはブレイブハート、天使の翼とは紋章記のことだ。間違いない。え、ブレイブハートと紋章記？うん、儀式の要は合体状態のブレイブハートと紋章記のパワーにある。つまり、カズヤ。あ、はい。そなたとエンジェル隊の誰かが必要ということなのだ。誰か。弱ったな、これは。そうですね。何か問題があるのか？ええ、エンジェル隊の誰かと言われても誰を選んでいいものか。信望の厚い者はおらぬのか？特にこの人でなければということは。そうか、恋仲である者がいれば話は早かったのだが。残念ながら現在カズヤと特別な関係にある者はいないのです。なあなあ。おい、話に割り込むな。失礼ではないか。構わぬ。何かな、アジータ少尉。その相手って俺たち全員じゃダメなのか？全員？ああ、一人に決めらんねえなら全員でやりゃいいじゃん。少尉、口の聞き方を慎め。いちいちうるせえな。かしこまってたら下感じまうだろ。まったく。なるほど、全員か。どう考える？シャーベットよ。は
恐れながらアジート少尉の意見には一理あると考えます。幸か不幸かベレル反乱の影響により我々のチームワークが高まっていることは事実。これまでの戦闘データからもその力決して侮れぬものと判断いたします。そうか、他のものはどうかな。はい、私たちは今カズヤさんを中心に一つにまとまっています。みんなの力を合わせればきっとできないことなんてないのだ。おや、うん、よし、ここはそなたたちの結束力を信じ儀式の内容をアレンジしてみることにしよう。ルーンエンジェル隊全員により執り行うのだ。頼んだぞ勇者カズヤよ。はい。そして天使たちよ。はい、なのだ。ではマイヤーズ殿、は儀式内容の変更に関して少々相談をしたいのだが。わかりました、私のオフィスで。あとすまぬがセルダールへ戻る手配を頼みたい。フォルテ、お願いできるかな。了解。それでは参りましょう陛下。うん、では一旦精神リンクを解かせていただく。はっ、おっ、まったね、バイバイ。みんな頑張んだよ。なんかすごいことになってきちゃったよね。うん、弱腰だな。すいません。おれ、いったー。もうこの後に及んでビビってんじゃねえぞ。気合い入れろ気合い。痛いな、もうひふふふふ。あ、え、あらあら、え、どうしたんです。リコタン、やっと笑ったのだ。ああ、笑顔を見るのは久しい。あの、私そんなに落ち込んでました。そんなどころの話じゃねえぜ。うん、割と、いや、結構落ち込んでたかな。ごめんなさい。でも、今はもう大丈夫です。ソルダム陛下の話で希望が見えてきました。絶対にお姉ちゃんに会いに行きます。うん、そうだよね、まだ可能性はゼロじゃないんだ。はい、よし、みんなで力を合わせ行こう、アブソリュートへ。了解。なのだ。これでよしっと。カズヤ。あ、コロネさん。どないや。ちょっと待ってください、今降ります。はい。お疲れ様です。お疲れ。どや、システムチェック終わったかいな。ねえ、今終わったところです。ほな、テスト起動するけど、ええかな。はい、では、あとはよろしくお願いします。おう、任せときな。ほなね。さて、おい、ん、司令、それに教官。お疲れ。なんだい、機体のチェックかい。はい、それよりどうしたんですか。お揃いで。強力な助っ人が到着するんでね、ちょっと出迎えに来たのさ。強力な助っ人、誰です。ついてくりゃ分かるよ。そうそう、誰なんだろう。
ミントさん、バニラさんも。あら、私もいるわよ。え？よう、みんな。どうも。ご無沙汰ですわ。お久しぶりです。ああ、本当に解散後、これだけ集まるのは初めてなんじゃないか。そうだね。いや、嬉しいじゃないか。フォルテさん、なんだい？心配したんですのよ。はい、とても。すまなかったね。いいえ、フォルテさん自身がお元気なら問題ありませんわ。ご無事で何よりです。ありがとよ。あの、それでどうして皆さんがここに？時空の女神救出作戦の実行部隊さ。ミルフィーさんの？ああ、こんな時私たちが行かないでどうすんだい。そうそう、これも同期のヨシミよ。千歳さんがいないのは残念ですわね。必ず助け出します。皆さん、彼女たちはセントラルグローブ内部にも詳しいし、まさにうってつけだろ。はい、すごく心強いです。ブリッジよりマイヤーズ司令。タクトだ。マジーク艦隊の配置が整いました。またソルダム陛下もいつでも始められるとのことです。わかった、そのまま待機してもらって。了解。よし、カズヤ。はい、みんな。はいよ。オッケー、参りましょう。アブソリュートへ。ブレイブハートおよび全紋章機指定座標に停止しました。よし、午後ソルダム陛下に連絡を。開始とね。了解。ルクシオールから白波少尉。はい、白波です。ほどなく始まると思うよ。わかりました。いよいよだ。カズヤ。ん？カズヤ。え？誰？あたしよ、あたし。その声はサンタローザ。まあ失礼ね。あたしはケルシーよ。何これ、通信じゃないよね。精神を少しリンクしてるの。え？なんで僕と？あんただけじゃないわよ、みんなにだって。みんなにも？みんな！はい、あの、ちょっと、何これ。おいおい、頭の中になんかいるぞ。妖精さんなのだ。みんな、落ち着け。これは精神リンクだ。ね？ねって、なんでまた僕たちに？これも、儀式の一つなの。私たちを媒介にしてあなたたちをリンクするのよ。お互いをより強く感じられるようにね。みんな？はい、いいからもう目を閉じて。儀式は始まってるのよ。え、そうなの？はいはい、目閉じて。うん。次、深呼吸。落ち着いて、リラックスして。うん、いい感じよ。そのまま続けて。そうそう、心を静かに。一度に5人リンクなんて疲れる。頑張って。もう人ごとだと思って。それじゃあそろそろ行こっか。はいはい。サンタローザ。
ケルシー、みんな、カルザ、感じる、感じるぜ。そう、カズヤはみんなだけを、みんなはカズヤだけを考えて、みんなだけを、カズヤだけを、心を満たすの、みんな、カズヤ、信じる人への思いで、みんな、カズヤ、ただひたすらに、みんな、カズヤ、すごい、すごい、みんなの心が僕の中に、カズヤの心が私の中に、溢れてる、溢れている。エンジェルフェザー、あいつら紋章機の力をここまで引き出しちゃったか。もう一人前ですわね。見事です。時空湾曲反応、ゲートが開きます。微速前進、他の船も続かせて。了解。ブレイブハート及び紋章機の反応消失、アブソリュートにシフトしたと思われます。よし、続くんだ。どうした？時空湾曲に乱れが。ゲートが不安定です。なんだって？速度を上げろ。湾曲の乱れ、さらに拡大。このままだとゲートが閉じます。緊急加速、飛び込むんだ。了解。報告。本艦はシフトに成功しています。ここはアブソリュートです。ゲートは？時空湾曲反応消失、閉じています。白神よりルクシオール、俺が出る。カズヤ、試練成功したんですよね？ああ、ただし来たのは俺たちだけだ。なんですって？とにかく急いで戻ってくれ。何が起こるかわからない。わかりました。ここ。はい。進路をセントラルグローブに。全速前進だ。了解。タクト、行くんだね。ああ、こうなったらこのルクシオールだけでやるしかない。一隻じゃ戦略の立てようもないしね。どの道電撃作戦だったんだ。出たとこ勝負さ。いいね、そういうの。フォルテたちもシャトルで待機してくれ。はいよ、みんな行くよ。タクト、頑張ってね。ファイトですわ。お互いベストを尽くしましょう。うん。ここ。はい。サポートしっかり頼むよ。任せてください。よし、ルーンエンジェル隊をブリッジに招集。全武装攻撃準備。センサーから目を離すな。了解。第二戦闘態勢発令。こんなことになるなんて、僕たちの力不足だったのか。カズヤ、お疲れ。お疲れ様です。あんたが最後や。みんなブリッジに行ったで。はい、僕もすぐに向かいます。よっしゃ、整備は任しとき。よろしくお願いします。白波、戻りました。うん、すまないけどちょっとみんなと後ろにいてくれ。はい。みんなお疲れ。お帰りなのだ。お疲れ様ですわ。なんかすごかったよな。ああ、あの翼は一体？エンジェルフェザーです。エンジェルフェザー？はい、
紋章機の力が限界を超えた時に出現すると聞いています。私もこの目で見たのは初めてで。とにかく驚いたよね。ですわね。と、それで状況はどうなのかな。知っての通り、シフトできたのは我々だけだ。他の連合艦は全てノイエ側ということになる。連絡は？非常回線とかありますよね。妨害されているようなのです。通常通信も近距離だけに限られるようですわ。そうなんだ。それで今はどこに向かってるのかな。セントラルグローブなのだ。立ち往生しててもしょうがねえからな。やれるだけのことはやるってことだろ。やれるだけのこと。はい、私たちだけで。ベレル艦は見つかりません。他の敵艦も今のところは。まだ月はあるようだね。手薄だろうとは思ったけど、ここまでとは。嬉しい誤算だ。うん、セントラルグローブまでの距離を。約1万5000です。ブリッジからフォルテ。はいよ。もうすぐ到着だ。用意はいいかい。ああ、いつでもいいよ。待機しててくれ。あの、紋章機で護衛した方が良くないですか。それはおすすめできないな。センサーに敵艦の反応、数不明、距離9万5000、こちらに向かっていますね。手下、この場で待機。フォルテたちのシャトルを発進させろ。はい。敵をフルスキャン、詳細を俺のコンソールへ。了解。カズヤ、エンジェルたちとブリーフィングルームへ。はい。聞いていたと思うけど、敵艦が現れ、結構な速度で向かっている。なんとなく慌てている気がしないでもないかな。ベレルの性格が見立て通りならかなり慌てていると思いますよ。だといいけどね。とにかく迎撃だ。フォルテたちのミルフィー救出を邪魔させるわけにはいかない。これがミッションエリアのスキャン結果だ。障害物は何もない。ルクシオルはこの位置、そして敵艦の配置はこうなっている。ミッション目標は敵艦の全滅。単純だが少々数が多い。注意してくれ。以上。ブリッジよりマイヤーズ司令。タクトだ。フォルテさんたちがセントラルグローブに到着したようです。わかった。ではカズヤ、頼んだぞ。了解。ルーンエンジェル隊、発進だ。了解。セレクションよ、白波。